はいどうも、ももいろクローバー Z 玉井しおりとです。今回は、ATM に令和3年の硬貨と1円と5円玉をぶち込んでみた動画をお届けします。では、みずほ銀行亀戸支店にレッツゴー。はい、では行きます。ちょっとね、ぶち込んでみた動画ですからね。あ、ちょっと。レジドを押してください。足元の返却口をご確認ください。1円玉が。すいません。あ。現金をお入れください。現金。入れちゃう。はい、欲しいです。今ね、効果が出た。じゃあ、追加いきます。よし。あ、欲しい、欲しい。じゃあ、入れてみます。ちょっともう、自分がね、一円だろうなんて思っちゃいますよね。じゃあ行くぜ。100円玉こんぐらいでしょ。じゃあ閉める。はい、じゃあ行くぜ。最後は500円玉じゃあ結果後で発表する。はい、今回ね、雨のためここで発表します。今回入れた金額はですね、128円と、15円と9600円。だから合計8+5だから3になるよな。まずだから9743円だね。はい、ということで、面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。ということで、またの動画でお会いしよう。ゼット。